だろう。ジャーキーだから硬いもんね。うん、それはね、なんて言うんだろう、サラミみたいな、はいはいはい、ちょっとソフトな感じだけど、それにチーズが入ってて、美味しそうだったから。なるほど。うん、それが初めてのやつ。あとは散歩の時にいろいろいたみんなくれるので、あの食べさせて。じゃあ高専少子だね。わかりました。ちょっとじゃあ高専少子とそれからあと取り出しましょう。わかりました。あと半さ、前さ、はい、また壊した子供のご飯って食べたことはありませんか。あ、あの ID あります。でも、もうなくなっちゃった。いや、あれ食べたんだっけ。あれね、まそんな好きではない。はい、でも1週間さ、なんかよかったり悪かったりでちょうど3回してるわ。半日で3回してるわけだから。そうですよね。あの帰っても大丈夫、うん、ちょっといい虫になるまで。それだけもういいですよね、混ぜないで。それだけでも、うん、わかりました。それを出します。で、ちょっと他のドラえもん、あの、ジャーキーも、ちょっと他のものちょっとなしで、ね、いいです。はい、あの、あれは、メタボはどうでしょうか。メタボもちょっとお休みしてください。あ、わかりました。だから、ID だけなのか。で、その、ID の中からおやつも ID でやればいいですか。わかりました。いい演習がちょっと出てくるかりました。それでもさ、なかなか良くならないんだったら調べさせて。わかりました。あと、8日の日に、ワンちゃんドッグを今日持ってたんですけど、来週の月曜日。8日。8です。8ですね。だから、もうすぐですよね。明日、明後日。受けさせてもらえます。うん、今の状態でも。受け入れますよ。あ、じゃあ予定通りで大丈夫ですね、それは。その代わり朝ごはんに来てください。わかりました。それで、3日分だけ薬出します。はい、わかりました。それから消化管機能改善薬とちょっと話してみます。わかりました。それで3日分ね。はい、わかりました。薬はですね、はい、どうしようかな。食事さ、今日朝食べたの。食べました。普通に食べてる。あ、じゃあ今度夜だね。はい、夜からじゃあ薬をあげてください。あ、今は帰ってやらなくても大丈夫ですか。それだけで飲めます。シリンジがあれば飲めます。あ、飲めますか。はい、じゃあお家帰ってちょっと落ち着いたら。わかりました。はい、だから新人じゃ、新人じゃ、はい、一個もないですか。今止まらないんですよ。はい、じゃあ2本出しておきますね。はい、はい、いつもはあの何だったっけ、ベニキュアリブに混ぜて普通にあげてたんですけど、今日はあげちゃったので、あの新人じゃ。ベニキュアリブはやっていいですよ。はい、ベニキュアリブはやってもらっていいですか。アンチノールも大丈夫ですか。アンチノールはちょっと休めます。アンチノールは休めます。で、ベニキュアリブはあげてください。わかりました。じゃあ保湿どう。保湿ですね。ごめんね。あれにとってご飯食べなきゃ思わんじゃない。ごめんね。そうなんです。免許に行ってしまった。何か似てないもの、あの食べ合わせっていうのができたの。もし可能だったらさ、はい、今日の夜ご飯さ、はい、なんかでも少ないのご飯の量が。あ、そうです。だって1日3食ですよ。はい。まずは、整形。まちゃん。整形だ。
80度ある1日で、あそこで 40g ずつってことですか。ちょっと少なめからいきましょう。今日の夜ご飯ね、はい、30%量でここで 100%、まあ、どんなに食べるかわかんないんだけど、わかりました。で、80だから40の12g か、今日の夜は 12g、 12g で大丈夫ですか。12g で、そんでここで 24g、 はい、でここでお前食べるかどうかわかんないけどね、3時に、まあ、もし食べるなら 100% 弱いよ。こうやって順位にしてください。お水はあの書かなければ飲めるようにどんどん飲んでください。終えてくるならちょっとそこで1時間、2時間ですね。わかりました。今朝ね、結構飲んでたけど、あの、大丈夫でした。じゃあお水は飲んでもらったんですか、ね、じゃあ、はい、じゃあこの子の方は、はい、何かね、はい、じゃあこれちょっと観察用紙つけながら、ね、これつけておきます。で、今度のうんち注目してくださいね。あ、わかりました。次柔らかいならもう、また明日でも明後日でも来てください。わかりました。それから、ちょっとずつ、まずうんちが止まってちょっとずつね、固まる兆しがあるんだったらいつだったら月曜日かな。あ、わかりました。じゃあ固くなっていけば徐々に、そう、大丈夫で、月曜日の朝はさ、検査するんだったら薬もなしね、ご飯もなし、薬もなし、あ、わかりました。それでお水は飲まして、それからちょっと ID 持ってきてください。あ、わかりました。検査に顔出せるので、わかりました。ということで、じゃあ ID ドライとその薬の3日分と注射器を2つね。はい、わかりました。ありがとうございます。じゃあ